ちょっと待って、喋ってるから、ってる <laughs> 社会や産業にとって、Web3 というものはなくても困らないんじゃないの改ざんできないデータっていうのが、まあ、流通できるようになった、国際送金なんて今、銀行送金したら、5日かかって、手数料取られて、今、ステーブルコインっていう、そのドル建てのコインとか、5秒でアメリカつきますから、ね、いや、Web3 <や><先>しかできないが、まず嘘があるので、ペイパルでできますよそういうものがあるにもかかわらず、Web3 しかできないとか言っちゃうんですよ、Web3 の人たちって。 僕は加納さんの応援に来たので、えー、これに大事です一緒にねひろゆきをやっつける会だからそうですあと何が開発されたらその生活と産業が変わるのかっていうのはありますかこの4年とかで例えばイーサリアムで送るときに5000円とかしたんですよねでもそれが1円とか2円台でのトランザクションがどんどんできるようになってきているキラーアプリケーションっていうのが絶対必要でこれによってマスターアクション がまあ発生するですでそのでそ時には僕の質問を覚えてる方います質問と違うことを長く喋って、うやむやにして逃げるっていうのは、ウェブサイト界隈、<laughs> 仮想通貨界隈にてやりがちなんですよ改ざんできないのがメリットっていうふうに言ってます。っぽい改ざんされましたよ、ね ちょっと解散はされまし51%取ったらバグがない状態でも解散されるですよねそういうさヘリクス言ってなくて51%じゃない解散はあったってこれ現実の事実の話です多数ある事象の中からごく一部の例外を持ってそれ一般化するのはヘリクスではなく事実の話ですよねだから僕的にはある程度渡辺さん確認してますヘリクスなのか事実なのか確定させて次行きましょう じゃあ、すいません、収録始めますよ。で、これ、お客さんは、ひろゆきさん、リアルに来ると思って、多分、すごいこんないるんだと思うんですけど。今日、ズームで、本当、すいません。あれ、リアルに来ると思ってた方、どんくらいいらっしゃいます?。いや、もう、八割だよ、これ。<laughs> <laughs> ひろゆきさん、今から来てください。<laughs> まあ、多分、行く頃には、もう、あの、飛行機に乗れるかどうかぐらいなんで。<laughs> 本当に、あの、ズームだけど、すいません、じゃ、収録始めていきたいと思います。リハックスペシャル。イェー,、えー。イ これ今日最後ですか今日日最最後後、ででですすすかか鳥じゃあ盛り上げていかないといけななとけいです、ねはい、今日のテーマは「Web3 は本当に未来を変えるのか?」というテーマでいこうと思いますなんか実は Web3 って定義はっきりしないじゃないですかなんかブロックチェーン使ってんのかな分散してんのかなぐらいの定義しかなくてふわっとしてるとで本当にこれ実態あるのかとか未来変える可能性があるのかとかそこら辺を話していきたいと思うんですけどじゃあまず渡辺さんから聞きましょうか渡辺さんどうですか すごいバクッとしたテーマで実はこれアジェンダ何も決まってないんで話すんじゃねえの思ったんですけど僕スタンスから言っとくと僕は狩野さんの応援に来たのでこれ大事です一緒にねひろゆきをやっつける回だからそうですかじゃあ狩野さんの意見聞いてみますか狩野さん先にいきましょう狩野さんどうでしょう Web3 って本当定義昧でまあで僕はブロックチェーンを使った何かしらのサービス っていう風に考えていて、まあ何かしらそのウェブ3あまあブロックチェーン関わってたらもう全部ウェブ3もうこれで OK っていう感じで見ています。なるほど。いやそうなんですよね。あんまり僕も身近な生活に必要ないんですよブロックチェーンが。なのでどうかと思ってです。ひろゆきさんどうですか。うんとなんか僕話すと終わっちゃう気がするんですけどいいんですか。<laughs> いやいやちょっと終わらせないように喋ってくれよプロなん,てんだ <laughs> 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 いやだから Web3 的なのがじゃあその2000年代その2020年ぐらいから始まりましたとすで既に4年経ってるわけじゃないですかで、まあ、いろんなその技術開発は進んでいますと。 でもじゃあ,あと何が開発されたらその生活と産業が変わるのかっていうのはありますかっていうのをお二人に聞きたいですねじゃあそこは渡辺さんからいきますかそれでいうとこの4年とかでもともと1トランザクション例えばイーサリアムで送るときに僕もいまだに覚えてるんですけど 5, 円とかしたんですよねでもそれが今レイヤー2とかレイヤー3とかになることによって本当に1円とか2円台でのトランザクションがどんどんできるようになってきている。 でその点でそのトランザクション数みたいなところはどんどん裁けるようになってきているのかなとただ、やはりこう当たり前に SNS 使えるようにとか当たり前に何かしらのこうインターネットサービスがみんなここにいる人たち100%使えると思うんですけどブロックチェーンとなるとウォレットどれ使おうかとかあのどのブロックチェーンに接続したらいいかわからないとかやはりそのユーザビリティの問題がものすごく出てきているのでそこをどうやってクリアしていくかっていったところが次の12年で重要なことだと思います。うん えっと、じゃあ狩野さん行ってからヒロキさん行きましょうか狩野さんどうでしょうまあだからやっぱりまだ発展途上だと思うんですよね、まあ、あの生活に密着した Web3 サービスみたいなのやっぱり出てきてなくて、まあ、今だとやっぱりブロックチェーンゲームとか、まあ、何かしらその投資とかねお金に関するものっていうのが先行しちゃってるんですけど僕はちょっと金融専門だったのであの金融に関して言うと、まあ、結構進むと思ってて金融ってそもそも株とかも物もないじゃないですか株日本国債触ったことある人います 昔は株券あったんで僕株券記念に持ってるんですけど今も全部電子化されてある意味トークンみたいなもんですよ。でこういった金融サービスって、えー、僕はモジュール化されると思ってて金融ってもう基本的にやってることって7つぐらいしかないんですね。本人確認するマネロン対策する、えー、送るもらう、えー、貸す借りるまあ預かるとかね。 こういうふうに分類されていくと、多分ブロックチェーンサービスで、こういったモジュール化されたサービスがつながっていって、最終的にはこれでもう、あの今の銀行とかではなくて、これらがつながった、えー、ブロックチェーンによる金融機関っていうのが現れるんじゃないかなと、ただこれは一部のサービスが実現してないので、まだ発展途上かなと思ってます。どうですすか、ひゆきさん。ん、えっと。僕の質問を覚えていいる方います <laughs> いません ブロックチェーンじゃね w e b 3でこの後何が開発されたら生活にとってはそううるかそういう意味では結局ステップみたいなあの歩くと健康になってあの、まあ、それでねお金稼げるとかあるんだけど結局なんかそのキラーアプリケーションっていうのが絶対必要でこれによってマスターアダプション。 がまあ発生するとでその時には多分 Web3 が裏で走ってるとかブロックチェーンが裏で走ってるとか誰も気にしない状態じゃないといけないんですよだからまずブロックチェーンの仕組みを説明している時点でまだダメなるほどひるゆ樹さんどうですか えっと、あのなんか、まあ、こう多分あのちゃんと論理的に分かってる人は観客にいると思うんですけどそのこういう話をするときに質問と違うことを長く喋ってうやむやにして逃げるっていうのはウェブ3界隈 <laughs> 仮想通貨界隈にてやりがちなんですよで、僕が聞いた質問はそのじゃあ w e 3で生活と産業の未来というのはどういう技術が開発されたら変わるんですかっていう質問をしましたで渡辺さんが言ったのは UI って言いました。 ユーザーインターフェース、まあ、UX,、ね、UX それは技術ですかいや、それが難しいのが、それが分かってたら、みんなやってて、今頃、マスアダプションしてるわっていう感じなんですよね。じゃあ、例えば核融合ができたときに、どうやったら核融合を普及しますかとか、量子コンピューターができたら、どう生活変わりますかと言ってるのと。 今まだ同じステータスでこの段階でその質問に100%答えられたらちょっときついなってんじゃないですか、まあそう。そういう意味では技術の確信。えっとまず一つ一つあの話していいですか。<お> <laughs> まず渡辺さんに僕がし聞いたのは UX は技術ですかって質問です。でこれは,はいかカイ家で答えられるんですけど渡辺さん何こと喋りました。<laughs> そ,しそうですね。ハイカイでししちゃんと、ね、質問に正,に正確にいかないといけない。そう正確に答えないといけないですね。はい家ですね。 技術はなんですかって言ったら、はい、答えはい、e、いだったんですよ。で、その三文字で済むのに、はいはい、どれぐらい時間を使って説明しました。<laughs> 正確にね。はい。正確にい、ね、きましょう。はい行きましょう。にね、ちゃんと質問に答えます。ちゃんと質問に答えます。ありがとうございます。 これなんかさ、もこんんな会話した気がするんだよねなんか <laughs> <laughs> どうぞ、広くさん。ななので、なんかその要は僕は、ね、おっしゃる渡辺さんがおっしゃってることを分かった上で言ってるんですけど要はその質問をあえてずらしたことを長く説明してこれができないさ理解できないお前らはついてこれないんだぞみたいな空気を出してごまかすっていうのを Web3 業界で偉い人やりがちなんですよ。すなまかすなこら。うん <laughs> ちょっと待って待って、て、二対一の構造が変わってきたんですけど、ほら、これ<ら>、花尾 <laughs> <laughs> さん、サポートしてください、でもそれ、廣きさんにきたいですよね、なんで Web3 業界の人、それやりがちなんですか、それは。んと結局、だから、真実を認めることができないんじゃないですか、ポジションを持っちゃってるから、真実っていうのは、えと要はその,あの、便利だし、面白いものではあるんですけど、産業とか未来とかを変えるほどのものではないっていうのが、えー、もう真の目の前か聞いてますからね。 現実の話をしてます、今、要は現実で必要な技術っていうのが、<え>これがまだできてないから普及しないんですっていうのが、お二人から聞けるんだったら、じゃあ、その技術ができ,るのできるのを待ちましょうで、その技術によってこうなったんだあ、確かに便利になったなって分かるんですよ、でもお二人から、こういう技術が必要って答えが出なかったんですよ、要するに必要な技術はすべて揃ってます、でもそれは現実社会に普及してませんってことじゃないですか。うん これちょっとちゃんと加納さんと渡辺さんから反論してもらわないと隣が来年これ受諾できないんで今このこのままこれと本当に申し込んでいい <laughs> じゃだから <laughs> ちゃんとお願いしますこれだから、ね、まずあのまず前提としてこの技術が発展したら何かサービスかっていうその未来に今ない技術を今から想像するのは非常に難しいのでまあそれ自とわかりません答えはでその上でそもそもその前提も成り立たないと思っていて僕は技術新たな技術があるから Web3 将来、ね、何かしら分かんないけど出てきて生活がマスアダプションするとは思っていなくてすでに必要な技術はまあ十分揃ってるんじゃないかなと思っていますまあコンセプトとしてはだから結局足りてないのはアプリケーションレイヤーで今の技術スタックを使ってちゃんとその使いやすくてみんなが喜ぶようなサービスを作るっていうのが今のステージだと思っていますどうですかひろゆきさんそれも要はなぜじゃあキラーアプリケーションが生まれないのか必要ないからなんですよ 例えばじゃあそのハンコをつ使ったキラーアプリケーションが日本にないからハンコは普及してないんだ減ってるんだハンコは本当は必要なんだって言ってる人がいてじゃあハンコをなぜ日本人が使わないのキラーアプリケーションがないからだっていうのも論理的には成立するじゃないですかでも要するにいらないからキラーアプリケーションが存在しないなんですよそれはね両方いると思うんですよインターネットだって初期の頃キラーアプリケーションなかったんですよインターネットただ通信するだけでテキストくるだけっていう状態だからその まあ結局さ、アプリケーションが先なのか技術が先なのかっていうのはずっと議論されていて結局、キラーアプリケーションがないっていう今の状態で結局、マイクロソフトワードとかそういうなんかみんなが使えるのはプロを置き換えるみたいなところで Windows95 では行ってたわけですよ。でそれが僕はキラーアプリケーションだと思ってたた90年代のだそれをまあどっちドリブンかっていうのはなかなか言えないんじゃないかなと思ってます。どうですか、広さんおっと 最初にじゃあそのインターネットはテキストを送るだけでしたっていうのでじゃあそこから画像が送れるようになりました動画が送れるようになりました、まあ、それに対してさ広い帯域で大きなデータを送れるようにならなきゃいけないよねとかじゃあその個々の PC だったりスマホみたいなの普及が必要だよねという技術がある上で今現在みんながインターネットを使ってるわけじゃないですか要は Windows95 が出た当時の技術と今の技術は全然違うわけじゃないですかなので新しい技術が出ることによって便利なものができてインターネットを使う人が広がりましたなので その動画が送れるようになったら使う人いっぱいいますよとかじゃあオンラインゲームができるようになったらいっぱい使う人いますよっていうこの技術が開発できたらっていうのがあるんならいいんですよでも技術は揃いましたで誰も使ってますほとんどの人が使ってませんであればこれなくてもいいんじゃないの社会にってことになっちゃうじゃないですかすなっちゃわないんじゃないだからそれ分かんないんですよだから今の時点ではだ結局じゃ例えばさツイッターこれ大きな体育必要しませんだ結局 枯れた技術を使っているわけですけどインターネットの初期的な単にメッセージを送るっていうことをただ拡張させただけがツイッターなんですよでも当時は技術スタックありましたあったけれどもキラーアプリケーションとのツイッターっていうのを思いついた人がいないんですよこれ僕当時もツイッターの僕実は日本で3番目のユーザーなんですこれちょっと自慢したいんですけれども<ー>おそらくあのかなり初期メンバーでやってるんですけどこれ何が面白いんだなと思ったんですよつぶやくだけででで昔はちょっとツイッターって違っていて えっと、なんか今何してるみたいなのがなんか全文であってそこを埋めるタイプだったんですね、うん、ででそれが何で面白いのか全く分かんなかったんですよでもアメリカで爆裂してるからアメリカの友達が使ってみてって言われてで実はツイッター作ってみたいなと思ってちょっと作ったんですけど、まあ、自分で作りながらも何か面白いか分かんないからやっぱり没頭しないと俺何言いたいかっていうとツイッターを作るのに技術作がもうあったこれはもう枯れた技術 だからその時点でじゃあツイッターを作るだけの発想力があった人はジャック同士ししかいなかったんですよだからなないなるほど、うん、あの全然説明になってないと思うんですけど <laughs> ツイッターがはやる前からインターネットを使っているユーザーいっぱいいましたよねすでにインターネットを使っているユーザーがいっぱいいる中でじゃあヤフーが便利だよねグーグルが便利だよね YouTube が便利だよねでツイッターが出ましたツイッター便利だよねっていうだけの話で。 要はヤフーですとかグーグルですとか何でもいいんですよ人がこれ使って便利だよね面白いものっていうのがあればでもそれがじゃあ技術的なものがすべて満たした状態で作ってる人もそんなにないし使ってる人もそんなにないっていうのはその社会や産業にとって Web3 というものはなくても困らないんじゃないのっていうどうですか渡辺さんとその歴史的に言うと今3%くらいの人しか Web3 って言われるもののアドレスとか持ってないんですね、うん、これって1999年とか2000年のインターネットだと思うんですよね でその時にネットスケープバイサス I みたいなのをやってて多分僕よりひろゆきさんとかの方が逆にものすごく詳しいと思うんですけどその時にもいやインターネットなんて必要ないよねっていう人たちって多分結構いたんじゃないかなと思ってて逆にそこでこんだけ爆発したその要因みたいなのが何かみたいなのをさん。レクターのインターネットでしかできないことがあったんですよね。うん 要するに、あのまあ、あの昔でもその電話をするとかファックスをするとか音声の電話をするとかファックスを使うとかで、まあ、海外で連絡を取るというのは可能だったんですけど基本的にはコストがめっちゃ高いとでインターネットを使うと、まあ、ほぼ定額制でその情報を送るということができるようになりましたでこの差がでかいんですよね。 なのでその低コストで何かができるかで,で前回のときに Web3 の場合って送金コスト高いよねで最近は誘惑送金コスト安くなったよねで安くなったけども使われてないとなると要は安くなれば使われてるのに安くならないから使えないんだよねというので僕も納得はしてたんですよで安くなったけども使われないんだったらえ、じゃあもう何が足りないのむしろじゃあどんな技術があったら今の技術でそれができないって話なのっていうなるほど、じゃょっと 1> と1個だけ議論進めましょうか何かの技術が開発されればより進むかどうかの議論と、まあ、確かにそのアプリ面白いアプリが出ればなんかこうみんな使い出すかとかこれちょっとまだ平行線になる可能性もあるので1個進めると。とすると廣之さんの今の問い面白いですよね Web3 じゃないとできないことって何なのかといや僕はちょっと今日のセッションで1個目加納さんと聞いててそのブロックチェーンの,あの,だっけあのビットコイン。 とかの話ですよね仮想通貨の話したときは、いや、それペイペイとか結局パスモでもなんか近しいことできちゃうかなと思ったと。で、渡辺さんが今やろうとしてるエンタメ分野でアイドル、ね、男性アイドルを作ろうとしてると。まあ、仮想通貨発行して、まあ、持った人が応援できるようなシステム。まあ、これもでもなんか今までの推し活と根本的に何が変わるのかちょっと分かんないところもあると。Web3 でしかできないことって何なんですかこれ、僕、ちょっと語っていいですか、これもうすごくて、概念が変わったと思っていて、インターネットの Web2 とかって、 まあ簡単にねデータがコピーできるとかそれであの変わったと思うんですよもともとそのファックスとか印刷でも紙をコピーしてたみたいな時代があったと思うんですね、うん、でそれがあのコピーペーストでいろんなものがコピーできる簡単に情報が閲覧できるっていうのが Web2 の世界だったと思うんですよところが Web3 ってまあそういった簡単にコピーできないっていうふうに逆の発想になってインターネットを使ってるのに改ざんができないコピーできないっていうふうになりましたと。 これがすごいなと思っていてあくまでもそのビットコインっていうのが簡単にコピペできてしまったら、まあ、価値暴落するわけですよこれができないんですねそうするとじゃあ Web3 でしかできないことは何ですかっていう問いの1つ目はやっぱりインターネット上で改ざんできないデータっていうのが流通できるようになったこれは大きいかなと思いますそうするとどう便利になるのかまあパッと聞くとですよなんか望んでない気もするんですよねいやコピー勝手にしたいわとか、うん まあすごい本当にだめな話ですよダメな話ですけどコピーされたものを見たいと思う人もいるかもしれないじゃないですかだからなんか本当は望んでない方向行っちゃうかもしれないけれども、まあ、作り手としては本当は望ましいですけどそうすると何ができるんですかまあ適材適所でコピーしたいものはコピーすればいいと思うんですよでコピーしたくないものもあるの世の中にはでそれをちゃんと流通させる低コストで流通させる例えば、まあ、まさに送金システム、まあ、国際送金なんて今大変ですよその銀行送金したら中5日かかってで手数料取られてっていうのが。 今ステーブルコインっていうそのドル建てのコインとか本当に5秒でアメリカつきますからね。で実際ビットフライヤーももう銀行送金使ってないんですよ高くて高い小数位。ーーーめっちゃ笑っちゃってますよ今広間。だそれがそれ、ね、社内でちゃんとステーブルコイン使ってお金を送ってるっていうのはあのウェブ3しかできないと思います。そこはウェブ3しかできない。じゃあちょっと渡辺さんの聞いてみる。いるウェブ3しかできないがまず嘘があるとねペイパルでできますよ。おおどうですかじゃあかのここからいっちゃいましょうか。ここいやでも、うん、ペペイパルは会社に依存しちゃってるじゃないですか。 別に会社に依存しても送金はできますよまあ会,社会社に依存しない形で送金したいんですよいやだから、要は会社に依存しない形というのが、割と社会の人はどうでもいいと思って、安く送金したい、銀行送金は高い、だから安いものがいいよね、で、そのじゃあビットコインとか使ったら安くできる可能性あるよね、そこまでは分かるんですよ。 で,でも結局そういう、そのビットコインより前に別にペイパルでもいいし昔から別にその送金システムってちょこちょこ細かいのあるんですよね普通に円を使ってたそた銀行経由しないものがなのでそういうものがあるにもかかわらず Web3 しかできないとか言っちゃうんですよ Web3 の人たちって、うん、Web3 しかできないはその会社に依存しない送金ができるというだけなんですよで会社に依存しない送金ができるんだって言われていや別に銀行経由でいいっす。 ペ、うん、ーパルに依存していいっすっていう人が普通なんですよ。どうですかまあ、なんか犯罪してらいですよ。そこが普通だとすると。あの、できるできないっていう前提が変わっちゃうので、僕ら会社に依存したくない。あ、違う、違う。できることがあるのはわかるんですよ。今、うん、要はその。なんか会社に依存したくないとか、うん、一社に依存したくないとか、口座を知られたくないとか、うん、犯罪者が使いたがる気持ちは重々分かる。いや、うん、だそれは <laughs> 一般の人たちにとって、重要なことではないし。うん、産業や生活を変えるほどのことでもないんですよ。 これちょっと一回ねあわなんとなく分かりましたあの素人の私にもえっとこういうことかもしれない確かにあのレンあのインターネットの2.0の世界でいうと、まあ、こうメール送るとか、まあ、これ手紙でもできましたけど NTT とか郵便局に依存しないでできるというインターネットだったじゃないですかでもこれはまああの同じだから意味ないよねってひゆきさんのロジックですよねだからまあその加納さんとかが見てる世界とかあるいは Web3 信じる人ってこういうことなのかもな国家とか企業 とかに依存しした今のシステムがもし崩壊するならすすごい価値があると思うんですよねなぜならできなくなるから、まあ、企業が信用できないなんか技術革新が進んでいって企業が根本的に信用できない時代が来るとしたらそれ価値あるし、まあ、国家が信用できなくなる時代に価値があると思うんですけどでもそういう,なんかこうディザスターみたいなのが来ない限り意味ないんじゃないのっていうのが結局これってあのインターネットの時もそうでその中央集権的な組織に依存する通信ネットワークっていうのはあったわけですよ。 でもそれがそういう会社に依存しないネットワークが欲しかったわけですねアルパネットからってだらそれは全く同じことをインターネットの時代に戻すんだったら、うん、じゃあなんで国家,に、まあ、国家とか会社に依存しないネットワーク欲しかったんですかっていうふうに戻ると思うんですね、うん、それはその,かあの先に可能性を感じてるんですねやっぱり会社ペ a パ p に依存するっていうのはペイパルがじゃあアカウントバーンします、えー、何しますってなった瞬間に全部終わってしまいますと。うん そ,そこに依拠しないところに、やっぱり、利便性を感じてるんですね、うん、どうですか、ヒロインさん、今もいや、インターネットユーザーで、依存しないから使ってるんだみたいな人で、スマホでツイッターやってる人なんてほぼいないじゃないですか、もうそのキャリアに紐付けられて、いやスマホでインターネットってすべてキャリアに紐付けられてるわけで、なので紐付けられないインターネット、本当にやろうとしたら、プロバイダーも契約しないでやらなきゃいけないから、日本でどうするんですか、IPX に直接データセンターに LINE 引きに行くんですか。 いや,そいやいや、そのレイヤーの話してないから、インターネットいや、そのレイヤーの話ですよ、依存しない、そのいやいや、ーそのレイヤーじゃないですか、違う,違う違う、違うの、インターネットの理念っていうのは、会社に依存しない、もちろんプロバイダー依存するけれども、インターネットの理念っていうのは、そもそものね、プロバイダーあ依存するけれども、それ以下のレイヤーっていうのが自由に使えるっていうのが理念なんですよ。 ね、だって別に,同じ,ように同じようにインターネットだって閉ざされたプライベートネットワークで作ってたわけですよ、昔からでそれでやればいいじゃないですかユーザーも気にしないんだからどうかさん国家とか企業に依存しない理念が大事なんだだからインターネットが流行ったんだって加納さんが本気で言ってるんですか 今、日本で多分あの1億人ぐらいはインターネットを使った生活をしていると思うんですよ、うん、スマホも含めて、その人たちは単に物が買えるから便利とか、YouTube が見れるから便利だと思うんですよ、その1億人は国家に依存しないからインターネットがいいんだと思って使ってるとおっしゃってるんです、ね、いや違う、だからその人たちが、えうどういうふうに使っ違う、違う、違う、今から説明するから聞いて、本当ね、聞いて、いいまず、インターネットの理念っていうのは、国家に依存しないネットワークが欲しかったんですよ。 今ののユーザーザがそれをを望んでいるかかどうかの話をしてないインターネットを作った人の理念のの話をしていますなので僕が言いたいのは Web3 のインフラを作っている人っていうのはそういう理念のもと動いているでこれは何でかっていうと結果的に、えー、例えば通信費用が安くなるとか自由なコミュニケーションができるっていうのが、まあ、インターネットの結果的に持たされた恩恵だと思っているんですね。 でそれを同様に、PayPal のネットワークに依拠したような送金システムっていうのは、PayPal が何かをしたときに送金が止まってしまうとか、手数料が高いとか、そういったものがあると、無意識に信じているので、まあ、最終的に Web3 の世界の,その自由に送金ができるっていうところで、まあ、競争が、ね、発展していくと、まあ、安価であの簡単な送金ネットワークができると思ってるんですよ。で、それは僕らの視点、だおっしゃる通り、ユーザーはそんなこと気にしてないですよ。とにかく安くて便利だったら、国家にいずれしてようがしてなかろうが、別にどうでもいいと。 だから俺が言いたいのは最終的には Web3 が、まあ、Web2 の世界をひっくり返すほどいけるかどうかちょっとわからないんですけど一部の安価なサービスを生んだり便利なサービスを生んでいくっていう方向性っていうのはまあ否定できないしこれがインターネットがたどってきた理念にまあ重なるところがあると、まあ、あと一つ加えると<う>あと検閲もありますよね、うん、例えばペレグラムだったら見えるし、ね、れ最近だったらアメリカでマーク・ザッカーバーグがフェイスブック政権から圧力かけられて実は情報リークしてたみたいなのって出ますし。うん でもブロックチェーンのトランスクションだったらそのプライバシーを守れるところとかの技術とかもできてますんんね、うんうん、どうですかひろゆきさんブロックチェーンだとどうしてプライバシーを中央集権的な組織がないからいやいやでも結局そのインターネット上に通帳的なものがあるわけでみんながそれを共有してるわけじゃないですかいや、ただその誰かが指導してこれを消しなさいとかないわけですよ、いや,別にいやプライバシーって消しなさいではないですよね。プライバシーは見られないことですよねあの フィアットに変えるところは見られるんですけど、うん、オンチェーンでビットコインを送るだけだったらアドレスからアドレスはアドレスが分かるだけなんで個人情報はいいてないですね見れるように世界中に置いてあるわけですよね置いてあるけど誰がやってるかっていうのは分からないですいやだからプライバシーっておっしゃいましたよね誰が何をしたっていう行為がインターネット上に置いてありますと。 でそれが誰がやったかまではひも付いてないかもしれないけどこれやったこのアドレスの人この人だってばれたら世界中から見れるわけだからプライバシーがもういろいろちょっとどういう意味なのか渡部さんに聞きたいですい個人情報を自分でディスクローズするかディスクローズしない権利はこっち側にあるからそのプライバシーっていう言い方の定義は確かに間違えてるかもしれないですけどオンチェーン上でトランザクションを送る行為に関してはアドレスしか分からないので自分が情報を公開しない限り その個人は特定でできないいいとったた点でプライバシーう言葉を使いましただからそれはその個人情報をインターネット上に送ってないんだから分かんないだろうっていうのは普通のインターネットも一緒じゃないですか僕がプライベート情報をどこにも送んなかったらそれは分からないんだからいやでもそのペイパルで送金するときはペイパルで送金するときはペイパルが全部見れるじゃないですかあそのペイパル社が持っているということが嫌だってことですかそうですそうですそうですじゃあ日本でプロバイダーと契約しないでどうやって送るのか教えてもらっていいですか 日本での話してないですよ、ねいやいや、日本どころか、プロバイダーんん今、これ、日本で行われてる、いや、だって、ね、プロバイダーはさー、ねまあ、日本だっていいんだけど、日本人じゃない人なんですよ。プロバイダーはデータ検閲しないですからね、もう一回、もう一回お願いします。プライバシーの話を渡めさせしたと思うんですけど、えっと、プライバシーと検閲は違うと思うので、まずプライバシーの話終わったから、そっち行っていいですか。 プライバシーえっひろゆきさんの中でプライバシーはどういった形で定義されてますかいや要はあの個人として他人に知られたくない情報という意味で使ってます個人として仮に知られたくない情報他人に知られたくない情報はいでもビットコインとか例えばオンチェーン上で送金するだけだったらアドレスしか分からないから別に知られる だからそれはそのインターネット上にプライベート情報を送らなかったら誰もわからないよねは、別にペイパルで送ってもわからないじゃないですかだ,だから、ペイパルに知られちゃうって話ですだから、ペイパルがご情報流出した場合は知られるよねであれば、僕がニフティに契約してたら、ニフティが情報流出した場合、知られるよね、一緒じゃないですか、ウェブ3をニフティと契約しないで使わないことは不可能ですよね、あだそれで言うと、ペイパル自体が検閲するんですよ。 じ個あっていや、PayPal の話いよ、PayPal、うん、が出す場合もあるし、プロバイダーが出す場合もあるので、なんで Web3 の人はニフティ y は絶対両方輸出しないっていう条件になってるんですか分かった、これちょっと一回整理すると、あの確かにね、ひろゆきさんの言ってることも、渡辺さんと加納さん言ってることも分かった、これ、やっぱり、ね、プライバシー持ち出したの間違えて、検閲ですよ、だいわば、ね、なんか意図を持った国家とか企業が、うん まあ、あのかなり分かりやすい形で情報を見れるって定義した方がいいなあの、まあ、そ暗号を解読できるってなったらもう全部分かっちゃうから、まあ、それは一回なしにして国家とか企業は何らかの意図を持って個人の情報を分かりやすい形で見れることを防ぎやすいっていう意味で言ってましたね,ね渡部さんは。 で,であれば、暗号を解読すれば全部分かっちゃうよねだったらそれはオンラインのチェーン上でも一緒じゃないですかでそこはだからブロックチェーン上に書かれた暗号を誰かが解けるよねってなったら,ら暗号が解,、ね、解読できない前提ですよ、もちろん。ただこれはじゃ暗号が解読できない前提だったら別にそれはブロックチェーンじゃなくたって解読できないから遅れますよ、SL s でいいですよねって話になっちゃうじゃないですかいやでも SL s はつないだ先の会社が見,見れるじゃないですか、当然、SL の解読してみてるんだから、はい、その会社が見れちゃうっていう話です。 あその会社を経由するのが嫌だって話なんですかそう会社が検閲してるからっていうと、まあ、こですね。っていうのと、あのー、さっきの話はちょっとインターネットの Nifty の話と重なるけどこれレイヤーが違うんですよ。Nifty はだって TCPIP のさ TCP とか IP レイヤーを見てるだけでこの中を見られたとて、うん、Web3 にとっては何も意味のないデータだから別にどうぞ見てくださいとそういう話をしてなくてブロックチェーンレイヤーにあるデータっていうのを検閲されないっていうのがやっぱり我々の理念。 に紐づくまあ検閲されないっていうとうころの自由かなと思ってますであれば、ブロックチェーンより前から、ピアツーピアで普通に暗号化通信でチャットするツールとかあったので、Web3 なくてもできますから、だからそれでいいです、ピアツーピアの暗号化ツールっていうのを主に Web3 って言ってる、<laughs> それを改良して作ってるのが Web3 なんて言われるあの、1990年代からありました。だからあったでででいいですそれで言うと だからそれ言葉の定義の違いで昔からの技術を昔か,ら昔からあるインターネットの技術を、うん、なぜか Web3 だからできるんだっていやそれ20年前からできてたよって話を僕してるんですだから基本的には複数,複数の技術スタックを重ねて作ったのが Web3 なんですよブロックチェーンっていうのはねだからピアー,トゥーピアの暗号化通信って昔からあったそれはウィニーの時からあったしそれあったそれを使って さらに、えーまあ、コンセンサスアルゴリズムっていうのを組み合わせてブロックチェーンっいうのを作ってるので、一部の要素技術と昔からありましたよ、これは別にずっと認めてる、だけど、それだけを使ったとしてもブロックチェーンは生成できないっていう話です、うん、なので、検閲ができないというメリットを加納さんと安ベイさんおっしゃいました、で検閲ができないは昔からあるピアートゥーピアの技術でできますよ、なので Web3 じゃなくてもできますよね、僕が最初に言ったの覚えてます、Web3 だけのメリットではないですよね、僕が最初に言ったことを覚えてますか最初 あの途中で Web3 で何が変わったかという話で僕が言っているのはそれがインターネットはコピーできる世界 Web2 でできたけれども Web3 によってインターネットを使ってもコピーできないという世界ができたんですねこれが革新的だという話ですこれがブロックチェーンを使ってやる技術だと思ってます検閲できないプラス改ざんできないから検閲できなくて検閲、えっと、できないはそのピアートゥーピアの時代からできたから外してもらっていいですか Web3 じゃなきゃできない技術からして。<laughs> ウェブ3でないとできない技術ではないですよね。検閲できないのは昔からあるから別に。検閲できないという。あとしてすみませちょっとちょっと昔からある。ちょっと整理します。うん、検閲できないことがメリットだ。僕は言ってなくて。渡辺さんが言ったね。改ざんできないのがメリットっていうふうに言ってます。でその中で話がそれてって国家がなんで必要なんだとか中央集権なんで嫌だっていう話になったから、うん、検閲されたくないからって言ったんですよ。うん。そうかじゃあ検閲は一回まあじゃあピア2ピアの技術でできたとじゃあ改ざんできないってとこにもう一回。 戻すすと、うん、ひきさんどうですかそこはモナコイン改ざんされましたよねだからそれはまた <laughs> 改ざんされてないですそれでいうとハッキングされただけでそ,<う>それは取引所のハッキングであって <laughs> あのブロックチェーンが改ざんされたわけじゃないですまああとネットワークがちっいと改ざんはされました <laughs> ね なので今僕渡辺さんが正しいこと言っていて加納さんがデマを言ったと思ってるんですけどちょっと空気が悪い,悪いけどちゃんと答えてもらう改ざされないは嘘じゃないですか解散されたことはあるですよねされ<散>にくいならわかるんですよ改ざんの定義が違いますあじゃあ定義聞こう改ざんの定義が違うカノンさん改ざの定義を <laughs> こ僕が言ってる改ざんっていうのはあくまでも正規のプロトコルに乗っかってバグがない前提でねバグがないハードフォークがない技術的に ブロックチェーンとして正しく動く状態を担保しここ前提です、うん、これが崩れるともういろいろ改ざんってなっちゃうんで、うん、一旦正,正式に動く前提で言うんであれば改ざんできない、うんうん、まあ体制があるっていうのがブロックチェーンの特徴ですなるほどひろゆきさんどうですかえっと渡辺さんが反応できると思うんですけど <laughs> 51%取ったらバグがない状態でも改ざん可能ですよねネットワークが一定めちゃくちゃでかいって51%攻撃もない前提ですだ正しく動いてる 動いてるじゃん51%攻撃をこれも正しいっていうんだったらそもそも成り立たないでしょ話が成り立たないだから51%攻撃を認めるんない解散はできるんじゃないですかだからそれは51%攻撃が存在することは認めますよ、ね、認めるもちろん認める,しそうするとなので、うん、じゃあこれが正しいデータだと思ってたものが違うデータにすり替えられるということも可能性の中では正しいんだ、うんうん 例えばじゃあモナコインの口座の中に僕が1000万円分のお金がありましたで51%を取った人がいて、うん、それをゼロに一瞬してしまいましたそれで本当にゼロになってしまいました、うんうん、でそれは僕にとっては改ざんなんですよで渡辺さんにとってはどうですか、うん、それは改ざんですか はいじゃあ加納さんどうぞそれは改ざんですか改ざん51%改ざんじゃんじゃあ改ざんあるんじゃんいやいやだからそういうさヘリクス言ってなくてヘリクスじゃないです改ざんはあったこれ現実の事実の話です違う違う違う理屈じゃないです実際起きた出来事の話ですじゃあ起きる可能性がもちろんゼロとは言わないけど事実確認したいんですけど渡辺さんモナコインって実際にこれは起きたことですかそれとも理屈上の話ですか いやモノコインであれました,きた,おきた。起きた、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 起きた。じゃあこれヘリクスではなく事実の話ですよね。な僕,僕的にはある程度。また皆さん確認してます。ヘリクスなのか事実なのか確定させて次行きましょう。じゃ、まあ起きましたね。起きた。起きましたね。いやあの起きたけれどもヘリクスです。うん。ごく多数ある事象の中からごく一部の例外を持ってそれを一般化するのはヘリクス。そう僕もそう。僕もそう,もそう、うん。その技術のかだから絶対にないとは言ってない。 51%攻撃がない前提において正しく動きした状態において、まあ、改ざん体制があるこれは改ざんが全くないと言ってなくて改ざんされる可能性が極めて低いという状態を言っています<う>で51%攻撃を認めるとするとこれ改ざんされるのは当然です当たり前です、うん、51%攻撃そういうプロトコルですよ、ね、で世のも,うも,うもう一回言うけれどもたくさんある事象の中からごく一部の例外だけをピックアップして、うん、それで全体を否定するっていうのがヘリクです平木さんどうですか いやそれだと銀行とかでも改ざんはないです、だそれで言うといそれで言うと、それで言うと、すべて改ざんあります。すべ、えっと、ての信頼番長、すべて改ざん、全部改ざん,改ざんされてる。三菱,菱 UFJ 銀行で改ざんって今まで起きましょ、えっと、そこで三菱 UFJ 銀行、起きてる、そういう,そういうねいつ起きました いや分かんないけど、絶対起きてる、るそういうヘリックスを言うならば、すべてのコンピュータシステムは、いか絶,対絶対起きてると思う、すべ、ね、てのコンピュータシステムっていう、何かしらのエラーが起きるんですこれ、メディアで流れるんで、正確に言わないと、風評被害が起きるので、いや一般論として、絶対って言った以上は、いや今、絶対とおっしゃったもんコンピューターがね、今、勢いで出かせを言ったのか、真実として事実が存在するのか、加納さん、ここはっきりさせてください。 三菱 u s j の件に関してはわからないけれども、一般的にコンピューターがちょっと待って喋ってるから、ちょっと確認し喋ってるから僕が質問が先です。ちょっと待って。勢いで出まかせを言ったのか、勢いで出まかせかどうかわからないけれども、勢いで出まかせなのかどうかわからないから答えたくないけれども、えっと事実なんですねじゃあ。だからちょっと聞いてください。えっと事実なんですね。答えます。答えます。だから。え何答えんの。えじゃあっいで出まかせじゃん。出まかせじゃないよ。コンピューターが100%確実に動くってことはないから。 <laughs> えどっちなんでだからコンピューターが絶対にいかなる時も確実に正しく動くっていうことは保証されてないんだからどんなコンピューターシステムがあっても銀行であろうが何だろうが100%を絶対に選らなく動くっていうことはないんですよ。でそれをもって改ざんされてないことはないだから改ざんっていうの非常に広く取る,るんであれば定義をね。 そのちょっとでも何か問題があったら全て改ざんだっていうふうに主張するんであればそれは僕の改ざんの定義と違うけれどもそれは送り得るって話ですコンピューター使ってちょっとじゃあこう議論をねあのちょっとひろゆきさんと加納さんでこう改ざんっていう言葉の使い方とかいろいろあったから一回じゃちょっとひろゆきさんの質問をマイルドにして加納さんに投げかけてちょっと建設的な話によりよりねより建設的な話にしたいと思うんですけどつまり銀行も改ざんされる可能性があると。 のあのコンピューターが100%動かないと<や>したらね。そういう意味でっていう意味で言うと、ま、50%ルールがあってそれをハックする可能性がある以上 Web3 も、まあまあ、改ざん。 される可能100%超安全とは言い切れない,とい,れないもちろん。って言ったときに、うん、そこに価値が付与されてるんですかっていう質問に関してはどうですかっていうだから何か質可能性の問題だと思っててより低いってことですかよ,より低いだから解散の定義はまず違うんだけど Web3 でいうとこの解散も100%解散されないとは言ってないんですよ。うん、数学的にある、えっと、確率で解散されちゃいます。 これ100%改ざんされないというのをファイナリティを持つというんですけれどもファイナリティを持たないブロックチェーンというのは改ざんされるリスクがある確率を起きますだからそういう意味では100%ないとは言ってないんですよ。なるほどじゃあちょっと個だけ質問していいいいですか未来の話をしたいなというふうに思いまして企業がとか国家が情報をこう隠して持っているのがいいのかそれともオープンにしてみんなで見張るのがいいのかというのがまあ差だと思います。 うっすすら認識してますと、うん、みんなで見張ってるから50%ルール50%取らない限りは安全だと、うん、でただこの間なんか野村さんっていうあの UC バークレーの物理学量子理学の教授と対談したと<ー>でこれが量子コンピューターでできちゃうとそうすると暗号って限りなく全て破壊できるというような話をしたんですよ、まあ、もうあらゆる可能性なんか1秒とかで検証できちゃって結構ブロックチェーンも、まあ、国家の軍事機密もなんかこう破壊できちゃうよねみたいなそうしたら逆になんかこうオープン空間にある方が危ない気がするんですけどそこら辺はどうですか だからこの量子コンピューティングがそのまあ今の暗号技術を破壊するかどうかでずっと議論していてでそれに対する耐性を持つ暗号というのもまあ見つかっているという噂ですとであとはそのまあビットレングスというんですけどもその暗号化のえビット帳というのを伸ばせば一応対抗できるとは言われていてただそれも結局まあいたちごっこみたいになってそれを超えるその量子コンピューティングが生まれると。 まあそれがまただもし仮にこれが起きるとすると Web3 だけじゃなくて全てのインターネットの暗号通信、まあ、銀行口座のログインも含めて全部解読されると思いますそうですねなんか公式かぎ、うん、暗号とかなんかそういう暗号、えっと、量,子量子コンピューター耐のある暗号とかも出てきてるっていうのでなるほどじゃあちょっとですね残り3分半になっちゃったんで Web3、まああの, Web 3のです、ね、リスクとか可能性もよくなんかもう。 お腹痛痛いいいぐらい分かった <laughs> っ意外痛いよ本当にあの意外痛いでも最後ちょっとあの加納さんからちょっと今日ちょっと言い足りなかったこととあと渡辺さんはいかいえか答えるマシーンになっちゃったから渡辺さんがちょっと最後言いたいことをちょっと言って<う>加納さん今までの議論をま,まあここはちょっと食い違いがあったも含めこれはちょっと説明しとかないと誤解内く含めてちょっと加納さんの方からいやだからう結局さだから改ざんとかその絶対ハッキングされないとか結局それが人によって定義が違うわけですよ。 でそれで争うっていうのは非常に不毛だと思っていて僕らが言うところの改ざん体制っていうのは絶対に未来英語を改ざんできないとは言ってなくて改ざんされる可能性が非常に低いと数学的にねある条件を満たすとで51%攻撃は認めていて、まあ、ある条件を満たすと当然改ざんされるこれも認めてるただそれがない前提においては、まあ、安全に動きますとで僕らが認めてる、まあまあ、理想っていうのはやっぱり国家に、えーまあ、牽引されたくないし まあ、インターネット上で自由に、えーまあ、資金を移動させる資産を移動させるっていうのを実現したいとでこれはおっしゃる通りユーザーから見たらこの基礎技術なんか別にどうでもいいんですよ安くて早くて送れれば PayPal だろうが何だろうがいいとただ PayPal に依拠してる限りにおいては何かしら問題があった時に止められちゃうから Web3、まあの世界でね あの自由に行動できる世界っていうのを作っていけば将来的にはそういったサービスよりも Web3 がよくなるんじゃないかと思っている。とっていう世界を信じているとですね狩野さんね。 信じてる、うん、渡辺さんどうですかこれ僕のスタンスはちょっと違うんですけどあのひろゆきさんは多分その過去の事例がこうだから今もこうであり未来はこうなるだろう,こう未来もこうであるみたいな結構過去の事例を引っ張ってきてだからこうモナコインとかそうですよねこうだろうっていうふうに言うんですけど僕とかはやっぱりこの過去今はまだインターネットで本当に黎明期と同じようなステータスだと思ってますとだから多分叩けば埃が出てくるところものすごくあると。それを認めつつ 今までに見たことのないようなひろゆきさんを納得させるようなユースケースをちゃんと作っていきたいなと思うので温かく見守ってくださいっていうふうに言いたいですね、うん、あありがとうございます <laughs> まあ半々くらいでままりまありがとうございますひろゆきさん <laughs> 最後どうぞいやなんかその高額を使わないでその。<laughs> あの要は100円とかを外国の人に送りたいよね、手数料とか面倒くさいよねとかであれば、楽だよねっていうのあるんですよ、例えばじゃあ、アフリカ人、ペイパルのアカウント作れないよね問題とかもあったりするので、なのでその仮想通貨によってできることの話をすればいいんですけど、既存の銀行とかの話をしちゃうと、じゃあ、銀行の方が安全だよね、銀行がじゃあ改ざんされたとしても、銀行がお金を保証してくれるから、預金は必ず持ってくるじゃないですか、日本の場合は。でも仮想通貨でやると、秘密鍵忘れたらもうそれでアウトで、確か堀江も2億円かなんか秘密鍵なくしてるんですよね。うん でも銀行だったら、じゃあ暗証番号をれ忘れました、犯行をなくしました、でもなんとかしげるじゃないですか。ってなると、銀行の方が安全だよね、なのでお金に関しては銀行、ただ、少額に関しては仮想通貨の方がいいよねとか、現実にできないプラスアルファのところに焦点を当てて話した方がもうちょっと夢は広がるんじゃないかなと思いました。まだ、あ、安全の定義が人によって違うんで、その両方使えるような世界線が一番いいんじゃないですかねとは思いますね。っていう、今、ヒロさんと渡辺さん、今同じこと言ってたそうですけど、でも銀行もあれですよ、うう 2>, 2億円ハッキングされて、他行に行っちゃったら取り戻すのめちゃくちゃ難しいですよ、訴訟したって。 取り戻せるかどうかわかんないですから。あ、間違って振り込んじゃった<や><今>えっと、なでしたっけ。あの少ない例を挙げて、全体を否定するのよくないっけど、<laughs> 誰かしました、ね。いや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 。まあまあありますから。まあまあありますよ、これは。まあ、でも、あのー、久々に楽しかったわ。<laughs> 横から聞いてて。あのー、そうですね。やっぱり、あれかもしれない、加納さんと渡辺さんの熱い気持ちを聞いてると、うん、やっぱ信じる世界観とか。うん があるなでやっぱその技術進めていく人はそういう人で、うん、ただやっぱひろゆきさんのってあくまでこう市政の人で僕もそうかもしれないけど消費者側からすると、うん、まあ結局それで何が楽なるの何が楽しくなるのっていうのがもっと説明されたら広まるのかもしれないですね、うん、まあまあ見とけとそ,そうまあペイパルで払えるけどペイパルだめになっても別の競合会社あるじゃんってやっぱ思っちゃったんですよさっき聞いてて、うん、だからやっぱそれでしかできないあれは超楽しい何かができたら 良くなるんじゃないかなと思いましたよね。で、それでも出てくる可能性はありますからね。出しましょう。出しましょう。それをぜひぜひあの来年のこれも隣が受注しますんで。ぜひあの今日、このままで受注できない可能性があるけど、あの来年受注するために言っとくと、あのウェブスの人たち多いんで。あのひろゆきさん、はいい人なんですよっていうのを最後ちょっと付け加えていきたいなと思います。ひろゆきさんは別に悪い人じゃないからね。いい人ですよ。はい、来年も、はい。 この場は株式会社隣に仕切らせてください。はい、よろしくお願いします。<laughs> じゃあえっ、ーね、とはい、はい、でもねすごい楽しかったというわけでリハックスペシャル今日はひろゆきさん加藤さん渡辺さんでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。